つい先日、ツイッターのトレンドの方にね、木更津キャッツアイ2024というワードがね、トレンド入りしてましたけども、なんかあれですね、昔の出演者のインスタライブ、塚本さんと、ね、佐藤隆太さんと、坂井若菜さんでやってたとこでそんなワードがね、浮上したと言ったことですけども、まあでもこの木更津キャッツアイはもう自分も当時やっぱハマりすぎて2002年にやってましたけれどもね、この本編はもちろんですけども、映画も見に行きましたし、日本シリーズ、ワールドシリーズとね、見たことある方はもうわかると思いますけどもね、もう作りがうまいんですよね。この、まあ、野球の話も出ますけども、野球の表裏にかけて、進行していくドラマの作り方も、これは天才だなと思いましたね、当時。で、この木更津キャッツアイってだけってね、こう何かを盗むというような、こともやっていく。まあ本当にでも、なんかこの主人公のね、岡田准一くんの物産が亡くなるっていうお話なんですけども、悲しいシーンも、もちろんですけど、笑えるし、泣けるし、みたいなリアル感がすごいあって、本当にドハマりしましたね、当時は。いや、今、こういうドラマ、なかなか本当ね、出会えないですけども、うん、あと、当時やっぱ曲にハマったね、主題歌のね、嵐のアデン・イン・アワー・ライフもそうですけども、作中にね、騎士団とかも出てきて、こう、バンドやるみたいな、お話もあるんですけども、まあ、これも、ね、ブルーハーツのパクリじゃねえかみたいな楽曲はあるんですけども、赤い橋の伝説っていうね、映画でオリジナルありましたけども、うん、あれすごい泣ける楽曲ですし、あとね、BGM で、ちょっとブルースっぽい感じで、ムーンライトラバーだったかな。ムーンライトラバーってタイトルだったと確か思います。あの楽曲、まあその、英語でね、外国の方もおそらく歌われてるんですけども、シーンにまあ、こう、バチッとハマるとこもありますし、で、ずっと聴いてるこう、楽曲って感じじゃなくて、使われてた BGM だから、本当にこう、2002年とかあの時代にこう、タイムスリップしちゃうような感覚があって、なんかね、すごい泣けてくるんですよね。ムーンライトラバー。そう、それで、まあ、このでも作品2024に復活してほしいということで、こうトレンド多分入ったと思うんですけども、ただこの、ワールドシリーズっていう最後にやった映画っていうのが、死者が蘇るっていう作り方をね、していた、物産に最後にちゃんとバイバイ言えてないから、最後に本当にバイバイだよっていうような、作品だったので、まあ、同じ手法でこのね、20何年後に作るのはなかなか難しいのかなと思いますけども。まあでも、ね、工藤官九郎さんが、もしかしたらすごい手法、何かしら思いついたら、新しい作品もね、なくはないでしょうから、ね、また物産が見れたら嬉しい、泣いちゃうんじゃないかな。でも、なんか、出演者のみんな、ね、こぞってこう、全員現役っていう、まあ、言い方悪いですけど、サブの、例えば、安倍貞夫さんとかね、ぐっさんとかも出てましたしね、それこそ拓郎さんの奥さんもね、出てらっしゃいましたから、うん、なんかそういう意味ではなんかこう見れるような、可能性は大きいですけども、ね、ちょっともう本当から期待して、待ちたいなと思っております。というわけで7月の20日深夜のラジオ参りましょう。レディオで、はやチャンネル。先日はね、ちょっとお休みを取らせていただきまして、大変申し訳ございません。なんか、ごめんなさいね。すごい体調不良みたいな、感じになってましたけども、まあ、体調はそんなに良くはなかったんですが、別にそこまで寝込むとかそういうことではなく、一回ありましたよ。一回すごい体、おかしなね、感じになりましたけども、ほんと先週の今ぐらいもやることとにかく多くて、大変な時間帯でしたんで、ちょっとラジオはできないなと。うん、でも、なんとか、ね、フレンズの動画だけはちょっとあれしないとなというので、合間見てやりましたけれども。はい、というわけで、まあ、先週キングオブコントの予選というのにちょっとね、事務所のみんなと出てきたんですけども、ちょっと残念ながら結果はね、
ついてきませんでしたけども、まあでも僕が東村プロダクションに移籍してやりたいことをやらせてもらったという、ことだったので、まあちょっとこれで終わりってことではなくて、逆にこれがちょっと足がかりに、させていただければなと言ったことで、うん、なんか、まあ、楽しくはやれたので、まあ、これを今後形にいろいろね、していけばなと思っているんですね。で、まあ、ちょっと忙しいの続いてまして、まあ、今はね、もう KinKiKids のデビュー日に今日付変わってなっちゃってますんで、こっちの方も、ちょっとバタバタですけれども、なので、ちょっと今週末日曜日に、23日にね、演劇の舞台の方もありますし、8月はまだ、ライブ、アイデンティティの三浦さんとネタ一緒にやるっていうね、アイデンティティと7人の TV 芸人っていうね、ネタがありますんで、まあ、それのライブと、その直後にもですね、ちょっと、スーパーヒーロー TV というね、ユニットと、なんかボスバンドの、方々とちょっとライブみたいなことがあるので、またそれもちょっとね、詳しく決まったら、告知していきますけれども。まあでもね、本当やることの、与えられた時間というのはありがたい限りでございますけれども、やっぱり YouTube とね、並行してやっていくと、こう、どうしても、どこかに歪みが出て、この間見たけど、やっぱ体調がちょっとね、おかしくなっていっちゃうのかな、というのもありますんで、うまくちょっとね、このペースを、つかめればな、と思ってるんですが、まあ、何せよ今は、とにかく、その、ね、稼がなきゃいけないという、その配達をするという時間がもう本当にしんどいですね。うん。まあ、これちょっと後々またお話ししますけれども。でもやっぱりこういう機会がないと、ネタを作るという、ことがね、なかなかないので、ちょっと今はだからそういう意味では、いい感じなんじゃないですか。なんか脳がそっちの方にこう、シフトがね、いっているということもありますんで。うん。だから、YouTube も、なんか、誰かね、やってくんないかなってね、たまに思う時はあるんですけれどもね、これも一人で全部やってますから、といったわけでございまして。またでもちょっと、7月21日、明日というか今日ですか、ね、KinKiKids のプレミアライブがありますんで、その後ぐらいにちょっと皆さんと交流できたらなと、思っておりますんで、ぜひそちらの方も遊びに来てください。レディオで流行っちゃうメルメル。まあ今とにかく、暑い、まあ、外にいる時間も長いので、もう暑いなというのはね、皆さんと一緒にやっぱ感じておりますけれども、なんでしょうね、脳の中が、ドリンクとかのことでなんかこうね、いっぱいになる瞬間があるんですけども、そんな中昔売ってたアイスで、アイスっていうかかき氷なんですけど、なんか袋詰めになってるかき氷って覚えてる方いるかな？なんか氷が入ってるような袋詰めになってるんですよ。僕の、記憶だと、イチゴで、なんか袋をこう、ピッって開けて、そこからこう、ちょっとずつこう、吸うというか、なんかそんな感じのアイスって今売ってないっすよね。なんか昔あったなーっていうのが、あるんですけど、記憶違いかな。でもな、イチゴでそういうのを食べた記憶と、あとやっぱ、今、外で自動販売機でジュースを見る機会っていうのがすごく増えてるんですよね。やっぱ外、チャリンコで走ってますから、高くなったね。いや、もう如実に高くなってびっくりする。まあ、僕はよく飲むエナジードリンクのモンスターとか、レッドブルなんか今230円になっちゃって。で、安いままのとこは、まだ安い。で、逆に200円のとこもあるし、前で言うと200円だったんですけどね。ただ、そう、最安、180円。今のとこ、50円の差がありますからね。180円の自動販売機の場所を覚えてなきゃいけないんですよ。脳で。あそこと、みたいな感じで。だから、その、ね、やっぱ50円ってでかいですから、ね、チリツモですから、やっぱね。うん、ありますし、ポカリスエットとか、外で買おうとしたら、めちゃくちゃ高いね。170円とか、俺、遊園地の中なんかなと思うような値段で売ってる時あって。だから、今逆に言うと、行楽地行かないから、どうなんすかね？遊園地のやつとかってもう平気で250円とかなってんのかな？いや、ほんとね、だから自動販売機もピンキリだから、一律じゃないから、安いとこを覚えてなきゃいけないっていうのはちょっとね、
厄介な話なんですけれども、うん、でもなんか昔あったけど今ないドリンクすごい思い出して、まあよくやれてるのはアンバサとかそうですけど、アンバサってなんでファミレスだけあるの？あれ、業務提携だけしてんの？アンバサ、どっかのあるよね、どっかのファミレスにアンバサ確かあったよね。あとだからなんでそのファンタって今二つしかないですよね。グレープ、オレンジのみですけど、もっとあったよ、昔。期間限定とかで。僕がちっちゃい時、いろんな色の缶あったもん。緑、メロンとか、レモン。サクランボとかもなんか、期間限定みたいんで、ちょっと赤っぽい感じのあったし、なんかパッションフルーツみたいなのなかったっけ？ね、それこそキンキも CM してたし、なんかね、ファンタいつから2色になっちゃったんですかね。なんかもっといっぱいバリエーションで出して、たらいいのになぁ。なんか昔確か、なんかミッキーマウスかなんかとコラボしてなかったっけなぁ。透明なコーラ、タブクリア。タブクリアってやつはね、あったんです。透明なコーラ、タブクリア。あれ懐かしいね。うん。あの時ぐらいからこう、タブ、プルタブをね、使用するようになったんですね。その前まで缶をこう、いちいち、切って、こう、ピッてね、捨てる形式だったんで、でね、蓋が、ゴミになるって問題になって、今のこのプルタブ、蓋が、こう、取れないっていうね、感じになって、あれはすごい発明でしたけども、あと、島と大地の恵みね、島と大地の恵みっていう、なんか、オレンジ色のね、缶のやつあったんだよな。懐かしいな。あの辺とか、復活したら絶対買っちゃうけどな。うん、そうなんです。やたらドリンクがね、こう昔のやつがね、巡ってくるというのはありますけれどもね。まあでも皆さんもしっかりね、水分取って、熱中症対策気をつけて、夏をお過ごしください。さあ、今週の配達情報でございますけれども、まあ皆さんもご存知の通り、これだけ暑い中でございますんで、本当に、外出たくない、というのも、あるんですけども、まあ出ないわけにはいかねえと言ったことでね、まあ日中とかだからやっぱやばいっすよ、本当に。うん。で、まあありがたいことに、やっぱ夏暑いみんな出たくないから仕事はあるんですよ。仕事は多いんですけど、すごい変な金額で言ってくるわけですよ。まあ前々から言ってますけども、まあ、一番安いと今300円、なんですね。じゃあ、ここから、あそこまで300円でお願いします。だったらまだいいんですけど、ここから、二駅先まで300円でお願いします。とか平気で言ってくるんですよ。で、まあ我々には一応その決定権がありますんで、まあそれ言っちゃえば、受けなきゃいいんですよ。うん。で、受けない。で、300円でどうですか？ノー。うん。で、400円で、二つ先の駅ぐらいまで、2件お願いできますかみたいな。まあ、実際多分400にはならない。もうちょっともらえると思うんですけど、でも、最悪の場合400円台の可能性本当あるんで、ノーと。うん。で、じゃあ3つ、3件ありますんで、600円とかで、3駅先ぐらいまで、ノーみたいな感じで、その、ここの手元に出るやつと、もう本当葛藤ですよね。この距離はちょっとこの金額だわ。で、それがもうなおさらもう暑い炎天下ですと、本当にこの距離はこの金額じゃ無理よって、いうのをずっとやってて。で、そんな中たまに、じゃあ6キロぐらい。これ長いっすよ。このチャリにして6キロは長いっすけど、6キロで、まあ、1500円ぐらいでどうですかねみたいな、たまにすごい高単価の来るんですよ。6キロか、暑いけど、行くかっていうような葛藤はずっとやってるような感じ。でも、僕はそうやって、まあ、学んできたから、それが安いとか、まあ、この距離ちょっとっていうのはわかるけど、昨日今日始めた人は、それよくわかんないから、このぐらいの距離がこんなもんなのかで、受けちゃうよね。うん、だから受けちゃう人もいるのかなと思うと、ちょっとかわいそうな、気もしなくもないんですけど、なんかこの変動がすごいところですよね。こっち受けなかった、こっち受けた方が得だったっていうのがあるのがやっぱ変というか、うん。
だって熱中症のリスクあるんだから、逆に単価は上げてほしいよね、この時期はね。うん、でもやっぱり人が減っちゃってる、配達員がやっぱ単価安すぎて減っちゃってるみたいで、お店行ったら結構配達員が持ってかなきゃいけないやつがこう溜まってたりとかして、追いついてないというのが現状みたいで。で、この間僕も、すごい炎天下の中届けたら、なんか、ちょっとありえないぐらい、今まで、過去ありえないぐらい待って、多分2時間ぐらい待たされました、みたいに言われて、多分文句を言いたかったんでしょうけど、でも僕もちょっともう、しんどい感じで、いや、そうなんですよ、と。僕も、そのお店からだいぶ離れたとこから呼ばれて、しかもお店着いてもまだ調理出来上がってなくて、みたいな感じで言ったんで、まあ、お兄さんに言ってもね、あれでしょうから、みたいにはなったんですけど、でもね、お客さんからしても相当待ったことをどこにもこう言えない、やっぱあれありますから、ね、逆にだからすげえぶち切れられる可能性だって全然あるわけですからね。いや、そう、だからその辺、ちょっとだからやっぱ、単価を安くしすぎたことによって人が減っちゃってるっていう今、最悪の状況が起こっちゃってるわけですから、これはちょっと今、見直さないと夏誰も行かなくなっちゃうよっていうね、こともあるかなと思います。で、これ、かなり特殊なちょっと手口に僕は引っかかっちゃったのがあって、さっき見たかまあ、6キロぐらい、6点何キロを1500円で行ってもらえますかって来たから、ちなみにその、いい方ね。6点何キロ1500円まだいい方。よくて1000円ちょっとぐらいだと思うけど、1500つくってことは誰も本当に行く人がいないから、誰か行ってくれませんかの案件なんですけど、2つお店に行って、商品をもらう、配達する、配達するで、そこの一番最後のところは6点何キロっていうことなんですけど、で、この1軒目に、まあ、某ハンバーガーショップに取り行ったんですけど、めちゃくちゃ待たされて、5分ぐらいでとか言われたんですけど、15分ぐらい出てこなくて、で、結構そのいい時間、夜の7時前ぐらいだったんで、この、要するに注文が入る時間帯に、このロスタイムはちょっときついなとなって、で、まあ、一件キャンセルってこともできるんですよ。待ちすぎるっていうのを選択して、ちょっと配達キャンセルすると。んで、ちょっとこれは待ちすぎるなと。言ったことで、だったら別の行った方がいいやというので、一件キャンセルしたんです。で、キャンセルしたら、別の案件がすぐ、このじゃあ、また別のハンバーガーショップと、二つどうですかと。で、これ、プラス100円でって出る。で、これはまあよくあるんですよ。プラス100円でっていうのは、追いで一つ来ると、よくあるんですけど、まあでもそれはまあいいやと。で、受けて、だから、最初に取って、っていたハンバーガーショップを蹴って別のハンバーガーショップともう一つなんかイタリアンみたいなとこと、受けたんですね。でそのまま、2件とも無事に配達終わって6キロぐらい先ですよ、終わりました。で終わった途端に今の配達の報酬が手元に出るんですけど、570円って出たんですね。と思って、合計で多分ね40分以上、50分は走ってたと思います。待ち時間も込みでね。待ってた時間も込みで、570円と思って。ほぼ時給570円みたいな。で、結果だから、その最初の1500円っていうのを1個キャンセルしたがために、残った1個が、最低賃金の300円になったんです、多分。で、それに、後でプラス100円で400円。で、それに、まあ、多分ちょっと距離報酬、ちょっと色つけて、みたいな。最悪だと思って。で、これもだから、本部とかに言おうかなと思ったんですけど、でも、皆さん忘れてないでください、これは。うちのね、本部は、申し立てたとこで、いや、機械がそう算出してるのでって言われるだけなんですよ。イライラは増すだけなんです。そう。僕はもう学びました。だからもうイライラの防衛本能で、もうこれはもうぐっと、唇をもうぐっと噛み締めて、とにかくもう一瞬めちゃくちゃやる気なくなったんですけど、そう。だから、多少単価のいい案件がたまに来たのはもう普段ね、ひどい目にも合ってるわけですから、そう。これはもうその、なんていうかこう、見返りというか、そのね、そういう時もある。
だからもうこれはもう本部とか揉み合ってる時間もめんどくせえと言ったことで、まあありがたくね、高い報酬の時ももらってますけども、はい。なんかいつも何かしらの愚痴になっている気がする、このコーナー。大丈夫なのかな？さあ、というわけでエンディングでございますけれども、まあ明日、明けて今日7月21日は KinKiKids CD デビュー、26周年といったことでございますので、まあ生配信皆さんと一緒に、感想とか言い合えたらなという配信を夜に考えておりますので、ぜひ遊びに来てください。そして7月23日、新宿スパークルというところでですね、演劇の舞台の方に出させていただきます。コントパートと、本編ちょこっと、そしてまあ MC の方もやらせていただく予定となっております。そして8月、アイデンティティ三浦と7人の DB 芸人というライブ、こちらザ・高円寺というところでありまして、チケットまだまだね、ございます。すごく大きいとこなので、ぜひですね、行ったことない方も、夏休み、もしね、ご都合ありましたら、ぜひ遊びに来てください。そしてもう一つは、情報解禁がまだだと思いますが、こちらも8月の、方に、ライブが控えておりますので、またそちらの方もご報告させていただきたいと思います。はい、といったわけでございまして、重ね重ねになりますが、皆様熱中症対策気をつけて夏を乗り切りましょう。キッシーでした。おやすみなさいませ。